いつもは寝坊してばっかりだったんで、ラジオ体操ができてませんでした。今日の夜やるってさ。肝試し？おお、楽しそう。何それ？ではいただきまーす。なんだよこのごちそうは。朝からごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと裸だな。マジで肝試し、肝試し行きたい。肝試し、肝試し、肝試し。結構ね、動画を、アップするの忘れててですね。もう8月、これが8月5日になるのかな。だいぶ遅れてますね。なんでトントンってするんだろうか、話なのに。そろそろ服着せてやるかな。今日はもう川に行く予定ないんですよ。着替えます。何しよっかな、シャツ。どれにしよう。ワンちゃんにしましょう。ワンタン。ズボン履きましょうか。履きます。よし。9時ですね。おっしゃ、これでいい。と！イェーイ。お、なんか、葉っぱがもさもさしてるな。よーし。ちょっと待ってよ。牛をどうにかしてやんないといけないからな。おい。おじちゃんたちは、毎日朝早くから仕事してるんだ。どのくらい？今の時期は5時半だな。早い。毎朝、掃除と根わらの取り替え、餌やり、乳搾りと、なかなか大変だな。本当だな。偉い。偉いっす。こんにちは。僕くん、うちの牧場の牛さんたちの名前を教えてあげようか。また。うん。あら、声が消えちゃいましたね。牛が笑うの？そうなんだわ。牛は水を飲んだり変わった食べ物を食べたりするとニカーと笑うことがあるんだよ。マジで？おお。ヒュー。さあ、行きましょう。よし。また、はい。またこの、チビ牛に牛乳をあげましょう。よし。これを。はい。おい。ほら、担当飲め。お腹空いてた？スペシャル牛信号は？飲んだろ。ゲブ。もっと飲みたい。よし。ちょっといい。ビュービュー。マッサージしましょう。ぐる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 。優しくか。優しくだった。ブーン。よし、ブルブルブル。さっ。いい感じだ。乳ブシブシを。さあ。チュー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 。よし。とりあえずこんなもんかな。ちょっと待って。この牛がよくね、乳が出るんですよ。こいつがフランソワってやつかな。さっ。よし。牛。キラーン。とりあえずこんなもんかな。よし。さよなら。よし。こんぐらいでいいだろう、とりあえずは。そんなにね、いっぱいやんなくても。よし、やるぞ、ほら。飲め。はい、ミルクだよ。スペシャル収集。グビグビ。ゲプ。もっと飲みたい。うるせえ！もうこれだけだ。今日は。よし。さあ行きましょう。ん？今日はヘビがいないな。こんちは。お腹を空かせたヒナたちが大騒ぎをしている。今日はヘビいないね。よし。安全安全。よし。
肝試しか、行きたいな肝試し。よしよしよし、今日も卵はなさそうだな。とっ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 と、だだ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 だ、さあどこに行こうか。全然こう道を把握してないんですよね。ちょっとでも今日はね遠出したいんだよな。遠出遠出遠出しよう。遠出、えっ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 、とりあえずこいつを冷やかしに行って、こんちは。おい、おばちゃん。あ、なんだ、こっちじゃないのか。わあ、カラフルな洗濯物いっぱい溜まっている。お風呂場かな、勝手に見ちゃったりして。くそー、こんな子供ならではのいたずらをして。あ、間違えた、こっちじゃない。よし、こっちだ。階段があります、注意。おーい、おっす。ねえ、そっちの机の方にいろいろ置いてあるのは何なの？ああ、これはバーナーだよ。日本で私みたいに両方やってる人はあんましいないのさ。こっちでやってたのは吹きガラスといって、バーナーとはかなり違うんだ。おー、そうなんだ。どう違うの？吹きガラスは溶けたガラスに息を吹き込んで風船みたいに膨らますことが基本なのさ。グラスやランプみたいな形のものを作ることができる。うんうん。一方バーナーはソリッドワークとも言うんだけど、ガラスの棒や板を直接ガスバーナーで熱しながら曲げたり伸ばしたりしてオブジェなんかを作っていくのさ。イタリアのベネチアが有名なんだ。なんだかわからないけど、そうなんだ。へえ、なるほどね。はあ、イタリアのベネチアか、いいね、行ってみてえな。綺麗だよな、これいつ見ても。うーん、ありがとう。よし、こっちは？お、こっちちょっと行けるか。あれ、こないだ行ったんだっけ。こっち行ったな、そういえば。川遊びかなんかした時に。えっほえっほ、ここいいね、肝試しに。でもちょっと短いか、トンネルが。だったったった、遠出したいけど行けるところも特になさそうだな。うわー、またこいつ。おい、みっちゃんはなんで泳げないの？沈むの。うわー、そうなんだ。少し太ればいいのに。ちょっと痩せてるもんな。おっす。あと4日くらいここで川遊びをしてるんだ。水泳大会をやってるんだ。うん、分かってるよ。じゃあ早く泳ぐ方法は知ってる？何それ？あのね、バツボタンをずっと押したままにして押す力を強く弱く強く弱くって何度も繰り返すの。そうすると早くスイスイ泳げるんだわ。そうなんだ、ありがとう。でも今日は泳がないよ、今日泳ぐ日じゃないんだ僕。おろ、今日はいねえな。これは今日虫遊びもしないよ。おっす、何やってんだ。おい、七夕のろうそく集め。なんだ、もう七夕なんか終わってんだろう、これ。何のこと？みんなで集まってこの辺の家を一軒一軒回るんだ。それで？俺たちの分け前が出てくるまで玄関の前で粘んのさ。なあ、僕ちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？別にないよ。じゃ、また用があったら話しかけてくれよ。僕くんの頭の大きさがちょっと他の子よりもちょっとはボリューミーですね。ザリガニって内地とこっちじゃ違う種類なのかな。なんで？テレビで見たけど、あっちのザリガニって赤くね？それって当たり前じゃないの？赤くねえの、こっちのザリガニ。この辺で赤いのなんか見たことないでさ。何か聞きたいことあっかい？いや、ない。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。肝試しの話はなしか。くそ、こっちは何があるんだろう。学校、どうやらこの向こう側には学校があるらしい。行けないのか、残念だ。え、もう夕暮れ？早くねえか。はやー、ちょっと待って、もう夕方の3時だ。さっきまで9時だったのに。
はあ、早い。なんて早いんだ。一日。時間の経過がすごく早いな。開けたままにしない。今日何もしなかったな、俺。もう。いろんな人に話聞いてたら。お、×ボタン押すと早くいけるぞ。よーし、ポン。お、こいつさ、俳句の親父、ちょっと今日は何もしなかったからお前と遊んでやるよ。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。風かおるこの家、今夜はジンギスカン。風かおる、こいつのクオリティからすると、まあ45点ぐらいか。まあまあだべさ。トラックに乗せてよ。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。こう行けなくなってるんですね、このトラックで、向こうには。ありがとうおじさん。戻っちったな。なんもさ。戻っちったよ。間違えた。もう1時間経過したよ。早いな。早すぎる。ここはいけなかったな。卵産んでないのかな、今日は。産んでない。そういえばなんか扉を開けっぱなしにするなとかなんとかそんなこと言ってたな。ここ開けたままにしない。閉めとこう。怒られちゃうからね。行けるところも限られましたね。よしよし。ひゃー、こっち側あんまり行ってないな。こっちは？ここもこっち行けないんだっけ？いけないのか。あ、竜がいる。取った。なんだろう、おんぶバッタ。おんぶバッタ取ったんだ。ジャンボくんに入れとこう。よし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 。 FFFF。 さあ、もう一日終わったって感じだな。もうこんな夕暮れになると一気にこう、もう一日が終わったんだなっていう感じになりますね。こっちは？あれ？なんだこっち。宮本牧場。こっちはいけないのか。英語の看板だ。吉本牧場か。ああ、こっちに来ちゃうわけね。はは、だいぶ地理も分かってきたな。高瀬乳業。こいついつもここでサボってんな。全然仕事しねえな。こんなところにいたんだ。ご飯だよ。もう捕まった。今日は肝試しの日ですよ。いただきまーす。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、肝試しって本当に怖いところへ行くの？そうだよ。どこに行くの？お墓だよ。夜にお墓に行くの？そうだよ。あそこは知ってる家のお墓ばっかしなんだわ。だから知ってるお化けしか出ないよ。
当然あんたも来るんだよね。行きます。じゃあこの後すぐに秘密基地へ行く途中の道が分かれてるとこまで来てね。え、なんだか大変なことが起きそうだ。勝手に行ってくれるかな。 自力で行けとか言わないよな。あ、自力だ、チキショー、自力だ。くそー、まだ道よく覚えてないのにひどいよ。さあでも行くもんね。脇目も振らず行きます。あと道が分かれてるところだからこっちでいいのかな。よし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 、えほ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 、こっちで合ってるか。ちょっと俺遠回りしてるかな、もしかして。よし、こいつん家を抜けていこう。今日は話しかけないぜ。え、あーん、なんだよもうバカ、ポテトチップ食べてる。えほえほ、こっち行けるかな。あ、行けた。場所がわかんねえよ。くそ、道に迷った。よし、これ近道だ。ショートカットしたぜ。来た。ああ危ねえ、遅かった。じゃあ今日は少し涼しいね。きっとお化けが近くまで来てんだわ。道はそういうこと分かっちゃう子よね。そうなんだ。ああ来た。来ましたよ。これって学校？そう、うちの小学校なんだわ。さあ行こうぜ。てんてん。どうしたんだ？ん？ここはどこ？僕の家がやってるお寺さ、幽庵寺って言うんだわ。超安全な肝試しだな。じゃ、誰から行くか決めよう。じゃんけんね。俺はね、やっぱね、どう考えてもグーなんですね。グーが勝つ確率が高いんですよ。じゃんけんじゃなけつ犬のクソ。あ、僕くん以外だわ。僕くんの負け。信じらんねえ。というわけで最初は僕くんね。そんな。なんまら嫌がってるね。だって怖いもん。何事も経験っしょ。経験っしょ。さっきのピアノの音だけでもすっごく怖かったのに。何それ。さっき学校からピアノの音がしてたんだ。してたしてた。え、中は明かりもついてなかったのに音が聞こえたよ。休み中は誰もいないでさ。それって本物のお化けだ。あ、え、肝試しは帰り道が分からなくなっちゃった。どうしよう。いや、墓地に行こう、墓地に。よし、墓地に行こう。こっちだ、こっち。おお、来たね。なんか見えるかな。お化けだぞ。あらららららら。私夜中に一体何やってんだろう。気失っちゃったじゃん。あれ、何してたんだっけ。気失っちゃったじゃんかよ。早く学校に戻ろう。くそ、もう刻一刻と時間が過ぎていく。あ、そうだ、トータルだけは取っとこう。
ジャンボックに入れよう。よし、ホタルはゲットした。わあ、いっぱいいるホタルが。綺麗じゃん。いいね。雪崩があります。そうなの？ぼちぼち。この木ってもしかするとクワガタの木かな。何？そうなの？やったね。でかよし、ぼちぼち。お経が聞こえます。また出てこないだろうな。正体はバレてんだぞ。またいた。お化けだぞ。あらららららら。蚊に食われちゃったじゃん。あれ、また戻っちゃったよ。もう時間もないだろうな。あの親父が迎えに来るぞ。またくそ、せっかく学校に探検に行けるのにな。よし、あ、今度はもうあっちに行かないようにしよう。えほえほ。あ、しまった。もううとうとしてる。ぼくくん、絵日記書いて、おやすみなさいしよ。うん、ばあちゃん、おやすみなさい。もう寝ないといけない。8月5日木曜日、つばめのひなを助けたよ。危ないところだったんだ。これ、昨日のじゃねえか。はい。8月6日、肝試しに行ったよ。夜は暗くて怖いけど、肝試しはもっと怖いんだ。夜のお墓に、ぽっかり月が浮かんでた。そうか。あんなエセ幽霊で2回も驚かされて2回も気を失うなんて。僕くんめ。はい。というわけで、8月6日、これにて終了したいと思います。